アニメマブラブオルタネイティブ通信局。衛視の皆さんお疲れ様です。白金たける役の神木浩一です。衛視の皆さんお疲れ様です。三剣明弥役の七海かりんです。この番組ではテレビアニメマブラブオルタネイティブの魅力や情報を地球で懸命に生きている全ての人類の皆さんにお伝えしていきます。毎週水曜に配信されるおよそ30分の番組です。はあ、番組もついに6回目を迎えましたけれども。早いですね。まあ日本撮りなので、そうまだ収録的には3回目そうたったの3回なんです、ね、そんな感じしないけれどもいやそうですね、うん、毎回毎回濃いですからね。濃いからね、うん、成長してるかしてないかは置いといて置いといて、うん、なんかもうずっとこう訓練兵をずっとやってる感じそうですね、ちょっとずつ慣れてきましたよね。けど目見て話せるようになったもんね。そうです ねあれだけど一つだけ言うとしたら、ななみさんの足は相変わらず動いてるあのね、分かった分かった さっきもね、これ日本撮りだから言いますけどあの第5回のね、あの収録の時も足バンバン立ってましたよ俺行ったのになと思いながら私の母親が聞いてるんだけど、そこだけガチで怒られた、はい、足は何なのあんたそれって言われてあそっか、かりん様のお母様ですね。かりん様のお母様怒ってました。そして神木くんに本当にありがとうと伝えてと言ってましたこんなかりんを、かりんが振り回されてるのに上手にフォローしてくれてありがとうって言ってました。あの僕はいいですけど、他の方に足バンバン蹴らないようにしてお気をつけていただければ僕はいいですけどっていう時は大体僕嫌なんですよねこれはね、良くないですよ本当に。はい、 やだ、そして、ここまでのイメージ、あの、まあ、6回もやってきましたから、うん、お互いのね、うん、イメージがちょっとずつ分かってきたのかなと思いますが、うん、神木のイメージは、うん、テンパりがち、うん、緊張すると水をめちゃくちゃ飲む、うん、マブラブへの愛情が強すぎてただのファン、うん、田中貴子さん団で、犬と飼い主、うん、などなど、うん、全部ひっくるめて愛されキャラ台本で書いてありますね